日にたるんでくるお尻に悩んでいるんではないでしょうか。お尻の形のせいで下着に悩んだり履くパンツを考えたり苦労してませんか。今回はプリッとしたお尻を作るために大切なエクササイズを紹介していきます。プリッとしたお尻を作るためにスクワット頑張っているんだけどなかなか変わらない、そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。スクワットでは実はお尻はプリッとしないんです。プリッとしていた時代思い出してみてください。実は今よりも横に動くことが多かったと思いませんか。かけっこや体育の授業、クラブ活動、今よりも中殿筋と小殿筋がよく使われていたんです。だからお尻が昔はプリッとしていたんです。そこが30代40代50代になってくるとほぼ前にしか動くことがなくなってしまって、立ったりしゃがんだりはすると思いますが、横に動くことっていうのがほとんどなくなります。そうなると、大殿筋、中殿筋、小殿筋、筋肉のバランスが悪くなってしまって、お尻の形が崩れてしまいます。プリッとするためには、中殿筋と小殿筋を鍛える今回のエクササイズがとっておきにおすすめなんです。たったの10回、2種目の強度を紹介していきます。自分に合った方をやってください。それではやり方を紹介していきます。スマートフォンは顔の下に置いてもらって四つん這いになります。そしたら膝を90度保ったままで足を水平まで持ち上げます。ゆっくり戻します。できれば膝はつかずに動かしてください。足が斜め前でもなく後ろでもなく真横です。この時にポイントは、足を上げてしまうと足ついてる方に体重が寄ってしまいます。体がこっちに寄ってしまいます。そうならないために足を上げてる方の手に体重をできるだけ乗せてください。イメージとしてはこういう感じです。足上げてる側の手に体重を乗せます。これで足を上げて5秒キープしたら戻します。これを10回行っていきます。左右同じです。もう一パターンはですね、足を後ろに上げて真横に持ってきます。これで足を上げて5秒キープ、下ろすっていうのを繰り返していきます。この時も体重は足を上げている方の手に体重を乗せます。体が寄らないように注意です。それではまず初めの軽いパターンから一緒にやっていきましょう。それでは10回いきます。足を上げて5秒キープしたら戻します。腰が反れすぎないように少しお腹を引っ込めてやっていきます。呼吸はリラックスでいいです。それではいきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。高い位置でキープです。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。どうですか？お尻効いてますか？1、2、3、4、5。あと5回です。1、2、3、4、5。だんだんお尻が辛くなってきてると思います。頑張りましょう。1、2、3、4、5。あと3回。1、2、3、4、5。あと2回です。1、2、3、4、5。ラストです。1、2、3、4、5。はい、 OK です。それでは反対もやっていきましょう。いきます。頑張っていきましょう。1、2、3、4、5。お尻がだいぶ辛いと思います。いい、頑張って。4、5。足ができるだけ水平。3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。あと5回頑張っていこう。1、2、3、4、5。お尻が辛い、みんな一緒。頑張
頑張って。1、2、3、4、5、ラスト。1、2、3、4、5、 OK。 いやー、お尻がねちょっと痛くなってると思います。上級行く前に一回伸ばしましょう。スマートフォン持ったまま足組んでしっかりね引き寄せていきましょう。ぐーっと引き寄せて、ぐーっと引き寄せて、お尻伸ばして、反対、あー、お尻伸ばして、よし、 OK。 さあ続いて上級いきましょう。もし辛い方はね途中で休んでいいです。足を後ろに上げて真横に持ってきてキープ、高い位置、それではいきます。はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、あと5回、1、2、つらい、4、5、1、2、3、4、5、あー、お尻が痛い、1、2、3、4、5、はい、ラスト、1、2、3、4、5、あー、お尻が痛い、よし、ラスト反対にいきましょう。よし、さあ頑張っていきましょう。いきます、真横、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ブー、1、2、5、痛い、どっちも痛い、1、2、3、4、5、うおー、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ラスト、1、2、3、4、5、うわー、ゴキブリ体操、ゴキブリ体操。お尻にねすごい効いたと思います。スクワットではなかなか味わえない感じのお尻の痛さだと思います。これはやはり太ももではなくしっかり中殿筋を使うことができているので、すごくお尻がね痛いっていう、もちろんスクワットよりは負荷は軽いんです。足の重さだけですから、片足だけの重さですから。でもスクワットはねもちろん体重全部乗ってるんでもっとね負荷が上がるんですけども、やはり太ももに結構効いてしまってお尻にはあんま効かないので、今回のね中殿筋小殿筋しっかり効かす四つん這いご活用してください。プリッとしたお尻を手に入れたい。お尻がプリッとしてくると一番いいのは足が長く見えてきます。それはお尻と太ももの境目が高い位置になってくるので足が長く見えます。これがもしお尻と太ももの境目がなかったら足ってすごい短く見えるんです。今回の四つん這いで綺麗なお尻、細く長く見える足っていうのを作っていきましょう。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、ぜひね動画のシェアにご協力ください。もう頑張ってもね、なかなかね本当にいい情報っていうのが皆様に届けれてないので、 SNS されてる方はシェアして情報の共有というのを心がけてもらえるとありがたいです。今回もご視聴ありがとうございました。